おはようございます。私は12時過ぎでもおはようございますでございます。ズンズンポイポイの喧嘩ラジオ。いや、それあれでしょ。天の声でしょっけ。地の声で、あ、地の声でやってたんですね。地の声なんですよ。あ、有名なやつかなと思った。地の声なんです。じゃあ別に真似してるわけじゃないんです、ね。はい、あ、真似全くしてこれ。パクリでもないですね。完全オリジナルです。オリジナルですね。じゃあ、はい、じゃあ大丈夫です。パクリじゃないですよ。いや、はい、始まりましたね。はいはいはい、はい。第、5回。5回目ですよ。はい。ちなみにね、今日すごいとこでやってますよ。はい、今日どちらでこれ見られへんな。すごいですよ。今日はね、うん、天空の城ラピュタに出てきたゴリアテの中でやってます。あ、だからですか。はい。右に今ね、銃持った戦闘員がいるんで。はい、そうです。でもね、最初の僕の血の声で爆笑してたんで、あ、まあ、いい爆笑して天井打ってましたよ。今ゴリアテ今スースー風入ってるんで、ね、危ないね、ええ、墜落する前にね、はい、早くね撮りましょうラジオ、ね、ゴリアテて。いじられる名前やん。いや、あだ名とかで。まあな、ゴリラみたいなもんでしょ。ゴリラ、まあまあまあでかいしな、あの戦艦もね、戦艦なんかな。ねえ、いいじゃないですか。はいはい、ね、どうです、この。いや、もうちょっとね、絶対話したい内容があるんですよ。なんかね、言ってましたね。はい、あのですね、はい、第1回ラジオの時ね、はいはい、あの僕が話したあの、はい、風俗大魔王店長かな、はい、伝説の店長はですね、あのつい先日ね、はい、発狂しましてね。発狂。あのね、僕は本当にね、違う意味で怖いなと思って。店長、はい、あの言ったら怒る人よね。そのあの、そう、あのなんか変な、何でしたっけ、仕事しなさい。それがあなたの仕事でしょう。これが今まで俺が受けたマックスの怒られ方 で、 そうやん。でいつも帰るよとか、お疲れ様ぐらいで、まあ、疲れてむちゃくちゃやる気ない感じや、ね、はい、むっちゃ背低いしな。それは関係ない、うん、別に、ね、この間あの僕夜中働いたんですよ、深夜ね、はい、そしたらあのね、お金がなくなって100円玉がありませんって出てね、誤差、いや、うん、違う、あの券売機のね、お金がなくなってたのよ。あ、まあ、お釣りみたいなのがないってことね。それってね、はいはいはい、昼間に本締めした人が大量に入れとかなあかんねんけど、はいはいはい、やらんかって、はい、サボったんよね、昼の人が。そうそうそう、はい、それでやばいってなって、はい、レジのお金、レジにある100円玉がないってね、レジの100円玉を全部券売機に移したの。はい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 、うん、はい、ほんでそれで回っとってんけど、朝の5時になった時にね、まあ、ちょっとそれも気持ち悪かったんやけど、一気にね16人ぐらい入ってきて、5時ジャストに。全然見知らぬ16人、そう、友達の16人の団体とかで、うわーってなって、で1人やって俺、おー、いやー、テンパるね。もう1人がの子が休憩行ってて、それでまあ普通にやってあの作っててんけど、はい、あの押せないよってなって、券売機、要するにあのお釣りがないから、あ、はい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 、はい、でうわーってなって、全員にもう、はい、財布で対応してて俺。とりあえずポケットマネーからってことね。そうそうそう、でうわ、でもおそろもなくなって、はいはい、やばいやばい、もう無理無理ってなって、はい、その休憩の子戻ってきてもらって、であのちょっと一瞬閉店しようっつって。もう だって払われへんからお金。あ、無理よ。でも待ってる人もね、早く早出せや、やったら作れやって、やからもうこれすごい状態。はい、みんな酔っ払いとかばっかでそんな怒ってなかったんけど、はい、それでお金は確保してなあかんと。で、はい、サポートセンターとかにも電話して、はいはいはい、いや、それもどうしようもないですと、とりあえず近隣の店舗やどっからお金をかき集めてくださいと、で近隣の店舗全部電話したら、みんな金なくて、奇跡的に。で、金庫にはあるけど金庫開け方わからない、バイトじゃ教えてもらわれへんのかな。で夜も僕ら深夜スタッフも教えてもらってなくて、はい、それでいや、もうマネージャーにも電話つながら、店長にも電話つながら、みんなに電話してもう無理で、でやっと捕まった店があって、もうそこにもらいに行ってください、100枚くれるって言ったから、はい、でもう一人の人に行ってもらって、はい、まあ一瞬閉店やけどお客さんおるやん、はい、入ってくる人にちょっと謝ったりして、申し訳ございませんっつって、でまあ5人トータル5人ぐらい、まあ、みんな常連さんやったけど、はい、帰ってて、でやっと電話かかってきて店長から、はい、でまあ出て、いや、こうこうこうで、いや、ダメダメ、お金ないじゃん、そのレジ使えないよ、券売機で、いや、そうなんですよっつって、いや、じゃあどうしよう、一回じゃあ教えようかみたいな、なんか緩い感じやね、教えようかみたいな、あのあれ金庫開け方、ああお願いします、あの今ちょっと一旦閉店してるんだよって言った、え、なんで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 閉店してんの、いや、こうこうこうで、こうで、あ、まあね、え、なんでなんで閉店がいるの、いや、だから払えないんです、いや、違うじゃん、レジのお金で言ってよ、いや、レジのお金も全部出して、僕のポケットマネー財布からも行って、もう今すっからかんの状態なんです、
や違う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 、意味わかる意味わかる、レジから行ってって言ってんの。いやいやいや、じゃなくてこれだからもう全然伝わってないもん。はいはいはい、もうとりあえず教えるっつって番号、あの金庫の番号を知りまして開けて、はい、でうわですぐオープンさせて、はい、助かったーっ、まあまあまあ5人でも後でまた来るわの人もいたんで、まあまあ知ってる方やとね、常連さんやと、まあまあ店長が変わってきて、すいません開けま開けましょう、はい、今オープンしますっつって、舐めてんかったよな、おい。はい、めっちゃ怒られてるやん。なあお前責任取れんのか、カスがバカ野郎。え、ちょっと、あ、責任取れんのかっつってんだよ。あ、いや取れないっす。お前はいいよな、責任取らなくてよ。こっちが責任取るからよ。って言われて、大丈夫、違う人かなと思って、激怒やん。で、おい何人帰らしたんだ、言ってみろバカ、おい、マジで5人です。おい店内に入れてねえよな。はい、店内に入れてねえよな。どういうことお前は店の前に立ってるお客さんに気づいて、お前が外に出て店頭で謝罪して帰ってもらってるよな。めっちゃ怒られてるやん。いや、あの入り口入ってます。どうしようもねえなお前春日。おい、いいよもうお前、じゃあな、プチッ。え、何これ、やばいね。もうこっちも腹立って、じゃあもう今日中にやめよう。まあまあそんな言い寄されたらな、お前が金入れへんかったからやんけと思って。な、そうやな。でまあもう一人おった子が帰ってきてくれて、そのお金もらって、でこう話して、でまあその子もいい子なんで、いや、そうやめない、そうやめとか言わないでくださいよみたいな、うん、でもそれ冷静な時、こんなおもろいやつが近くにおるやつとかやめてあかんの。まあ絶対犯罪いつか犯すやつや、こんなやつも。もう犯してる可能性もあるからな。それで帰って、はい、電話があったんですよ夕方、うん、で、あ、もしもし、おのですっつって、あの昨日は今日はすいませんでした。うん、まあまあまあとりあえずいいよ。え、なんかさ金庫合わないんだけど、どうやって移動させた。いや、こうこうこうで、こんだけです、5000円だけです。だよね、うん、はいはい、わかりました。え、こいつで次の日、や、直接会って謝って、うん、すいませんでしたって、けど気をつけてね。いやいや、じゃあ帰るよ。何があって。いや、まあそのいい風俗でも見つけたんじゃないんですか。その1日半で1日半で、でその行った時にあのイライラも解消したんじゃないですかね。やばかった。いや、噂には聞いてて、たまに意味わからん状態入る時があるっつって、それでみんなやめて、そのタイミングで怒られた人はその場でやめて、みんな切れて。まあいや、まあ怖い、まあ嫌よね。だ、多分やめへんかった俺が初やる。カスが言われたの、カスがバーガー、苗字のことちゃう。え、な、間違えられてたんちゃう。確かに俺謝る時にトゥースって一回言ってた。じゃあそれやわ、カスがって、それやわ、カスがさん入ったから、カスがさん間違えられたやわ。電話でお疲れ様ですっていうのをちょっと見せて、トゥースって言った。じゃあ怒るよ。舐めてんのか。いや、そうそう、でトゥースってまた言ったやろ。トゥースカスがってそれ言われるよ。それやわ。そっか、解決した。俺悪いやん。うん、全部あなたが悪い。でもラジオ終わろう今日。いや、もう、いやいやいや、あなたが悪いですよ。あ、それ俺悪いなこれな。はい、なんかありましたか。私はあの、うん、リゴちゃんとトークライブ、これからダイレクトですよ。あ、第2回があったんですね。第2回やりまして、お客さん、え、まず320人ぐらいは来てくれました、ね、ちょっと待って、320人。はい、僕ら視野狭いんで、あのいろんな意味で視野狭いんですよ僕ら。じゃ意味が分からない。なんか視野狭い人ってよう言うじゃないですか。でも周り見えてへんとか周り見えてへんとかよう言われるんですよ僕ら二人。ちゃんと状況判断しろとか、まあ、そういうことよく怒られるタイプなんで、うん、2人とも。ちょっと待って、320はだからなんでどういうふうに弾き出された。視野狭いゆえにどうやって弾き出された数字な。9名様やったんですけど、僕は視野狭い、視野狭いが、視野狭いが上に320人に感じたんですよ。じゃあその視野広いね、多分分からんけど、それ多分あなた外まで見えたやろ。あのね、馬がむっちゃ、あ、馬全部、ね、真横から見えるっていう、うん、馬全部見えますからね。馬やん君。馬です、僕。馬ライブ？馬ライブでした。馬ライブどうでしたか？あ、いや、ちゃんとトークして、うん、楽しくて、で腕相撲をしたんですよリゴちゃんと企画で。トークせいやだから。トークに腕相撲するの。いや、一応やっぱあのトークに詰まった時用に腕相撲用意してたんです。うん、ってことは詰まったってことか。詰まんな。腕相撲して。2ヶ月準備してつまんな。腕相撲3回ぐらいしたよ。いや1回でええわ、そんな。全部負けたわ。え？全部負けた。だってあなた。
ね、はい、肉体年齢55歳ですもんね。そう、55歳ですからね。体重計出たからね、弾き出されたから。肉体年齢55歳やで。55歳がな、腕相撲したらあかんから。やばない、死ぬからな。やばない、55よ。いや、そう、負けるやん。いや、だ負けてるやん実際。たまにこう僕もお酒飲んだりしたら気強くなる時あるけど、うん、喧嘩したら負けるってことが分かりました。いや、弱いよ。今でも強いと思ってますから。あ、あとそうや、 ありました。じゃあ何なん、あのおとつい一回唾ピチャって言わした。唾めちゃ出んねん今日。花粉が唾に来てるわ。花粉唾に来えへんねん普通。僕がいつもやってる、すごいファンも多い、まあ、これも視野狭いがためファンが多いと思ってるんですけど、うん、1日1ヤンキー。あ、俺それそう、おとつい初めて飛ばしてしまって、ちょっともう申し訳ないなと思って。なんで飛ばしたか言おうか。はい、ゆい、いや、うん、まあ、飛ばした理由としてもうええかなと思ってしまう自分が最近あったんですけど、いやでもこれは自分のために頑張らないと思って。寝てたとかじゃなくて。寝てたとかじゃなく。うわー、ちょっとそれ、そのそういうモチベーションって俺に言ってほしかった、はい、俺こういうこといつかあると思ってね、一個111ヤンキー置いてるんですよ。いや頼むよ。いやでも俺一応あるんですよ一個、うん、で多分太郎よりも絶対笑いを取るために考えた111ヤンキー。いやいやいや、別に僕はもう111ヤンキーは笑いじゃないので、あれはもう、え、いや怖い。笑い、あれはただ単に僕のもう。ほんなんやめへん今すぐあれ。これあの太郎リゴトークライブでも言ったんですけど、うん、ワインピースの作者さんが、ワインピースワインピースのワインピースワインピースって今それあの小学生が着る服ちゃん、ワインピースの T シャツ着てるやんみたいな。いや、ワンピースの作者の方がさ、うん、小田栄一郎先生、うん、あのまあ言ったらもうエンディング決めてるって言ってるじゃないですか、有名な話が。ああ、うんね、うん、これ素晴らしいですよ、うん、1日1ヤンキー1000で終わろうと思ってるんです僕は。ちょやめて。その1000はもうね携帯に保存してるんです。じゃあそれに向けてやってる時、今だからそのちょっとやっぱ自分がちょっとそのちょっとこれ変ですよこの、そのなんかその、ね、ネタ作りすぎて悩むみたいな感じで、僕ネタ作らないんで1日1ヤンキー考えすぎて悩んでもうて、それでちょっと1回ちょっとストップしちゃったんですけど、やっぱちゃんとやってますんで。で、いやもうファンもおるし、単純にそのファンもおるよ。小屋犬がいつも家に来てくれるから。おい、俺小屋犬のためにやってんねん。ちなみに今何回、今日で246ヤンキー。いや、もうちょいやってもうちょいやってから悩めや。ほんま、1年やってから悩むとか言ったら、まあ、人の画像勝手に撮ってるだけで。そうやで、何を悩んでんねんね。あれマジで嫌いな人おるからな、芸人の中で。いや努力してない証拠やっつって、漫画のやつだけ貼ってキャラ紹介してって、むっちゃ怒ったやつもおるもんな。それを1000もやればそらその低たらくも努力になるじゃない。いやでも一回休んだからもう全部帳消しやわ。いやいやでも昨日もその理由がもうええかなと思ったって。そんな悩みですよ。悩みですよそれは。なんやねん。何かを246回やったことありますか。じゃあまあでも俺確かにな、木戸のは俺あのなあのコラ今日のコラテラルダメージ、そう評判やったのに、やったけど20ぐらいでやめたでしょ。いやもうちょっとやった、1ヶ月やったけど、はい、いやまあこれは1回目はあのおもろかってんけど、やっぱおもんなくなってくる。なんでこんなことせなあかんねん。一応今日のミセスダウトも用意してんねんね、携帯の中にむちゃ入ってる。いや、今日のな、すみません、初めて聞く人とかすいませんね、僕らのツイッターでおもんないことずっとやってるんで。そうなんですよ、あの2人組なんで、はい、はい、あと僕は常にあのパグの動画いいねばっかしてて、みんなからうざがられるっていうね、そのお前のせいでいっぱいパグの動画流れてくるって言われるんですよ。あ、犬ね、ワンちゃん嫌いもおるかもしれんけどね。ワンちゃん嫌いなんか世の中にいないでしょ。お前何やねんさっきから。すみません、エンディングいくかこのまま。いや、やめましょう。危なかった、乗り間違えました。まあ、王監督の可能性もあるけどね。そうです。いや王監督嫌いな人もおらんやろ。ワンちゃんつって長嶋さんはもしかしたらもしかするかもしれんけど。いや、せえへんわ。すみません、ポピー藤原さんがもうほぼ 100% 真似してたやろ。何を。長嶋さん、あ、やってた。あれはひどかったですね。ひどかったよあれは。さあ、ね、ということでね、ね、お便りいきますか。お便りいきましょう。いつもね、あの僕が宛先読んでたんですけど、ちょっとあの時間の無駄ということがね、はい、したんで、で何回言っても僕がイニシャル覚えないっていう、そのみんなイライラしてるってこともあって、お便りはもう分かると思うんで、ちょっと見て。そうですね、あの YouTube の方でね、はい、見て、はい、ますんで、はい、さあ結構来てますよ。早速読みましょうかね。じゃあね、もう読んでくださいよ。はじめまして、こんばんは。こんばんは。ラジオネームカッパ巻き食べたいです。あ、かわいい、はい、かわいいね。嘘です。ん、ちょっと待って。いやもうおったよ前もやん。嘘。あの前 も, もうこの野郎前も嘘ばっかつきやがって送ってきた人ですよ。ブラフマンやん。ブラフばっかつくから。ブラフマンやん。え、ブラフマンやん。ブラフばっかつくから。おい、あんまブラフマンいじんな。鬼が降りてくんぞ。トシローや。あ、すいません、トシローさんでした。はい、カッパじゃなくて人間おちんぽです。ちょっとまたの名をケビン・スペイシー。ちょっともうだからどれなの。ケビン・スペイシーな。ハリウッドで一番のチンポフェイスです。
ケビン・スペイシーって、ね、何出てる人？セブンの映画の犯人ですよね。あー、確かね、チンポフェイスな？いや、そんなに。いや、でもむちゃくちゃいい、すごい演技派ですよ。あ、そうなの、うん、はい、結局だからハリウッドの人が見てくれてるってことですよ。ほんまもんなんじゃ。いや、そうやで。あ、じゃあ結構じゃあ勉強、カッパ巻きとかも勉強してくれて。そうや、だから、あ、日本に来て食べた可能性あるもんね。ありがとうございます、嬉しいな、それは。赤い凱旋車に乗りたいです。どうすれば赤い凱旋車に乗れるようになりますか。はあ、はい、なるほどね、まあ、うん、これはむずいですよ、うん、なかなかね乗れない。あの、まず塗装が高いんでね。ああ、ね、塗装 ね、はい、いくらぐらいかかるんですか。だって凱旋車でだいたい 2,300 とかいくんじゃないですか、もしでかいからね。ああ、そっか。僕一応虹色の凱旋車持ってるんですけど、ね、あ、ほんまですか。はい、あ、マジっすか。はい、どこに保管してるんですか。東京なんか車庫代とか高いでしょ。ああ、千葉です。千葉に保管してるの。はい、マジで。はい、赤の凱旋車はないの。はないね、虹の凱旋車はあんねんけど。赤い凱旋車で、でも僕も赤い凱旋車乗って爆音でランシロとか流したいっすね。あ、爆音で言っていい。はい、粋だね。いや、ありがとうございます。僕も虹の凱旋車でよくパン売ってるんで、はい、パン、いや、それだパンやん。白パン、白パンやん。一番柔らかいね。ペーターが一番好きなやつな。で、ペーターめっちゃ白パン好きやん、ね、あのハイジがね、そうそう、一回ね街出た時ね、はい、白パンがうますぎて、あの、うん、おじいちゃんに持って帰りたいっつってね、ずっとタンスに隠してて、白パンだけ。食事中めっちゃ可愛い。でもうタンス開けたらカビた白パンいっぱい入ってて。あれ可愛かったな。そういえば、いやよいやよいやよっていうね、あの嫌な時。ハイジ、ちょっとみんな無視すんなや。ハイジで思い出したけど、関東かどうかにハイジっていう暴走族いましたけどね。それは強い。いや、多分分かんないですよ。ちょっと昔すぎて分かんないですけど、ってことなんですよ。あの、いやよいやよいやよ、赤い凱旋車に乗れるようになるには、まあとりあえず資金を貯めることですね。そうですね、まあ、あ、まあでも、あの、困ったら僕にまた連絡ください。あの、虹の凱旋車乗せるんで。あ、僕もメルカリで結構物買ってるんで。赤い凱旋車ってか右の人が乗ってるやつっぽい。ああ、そういうことね。そうです、そうです。はい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 。あ、鬼の、まあ、がっつりな。じゃあ、まあ、そういう思想があるなら乗ってもいいと思いますし。あと長渕とか聞けばいいんじゃないですか。真面目に答えんな。長渕とか聞けばいいんじゃないですか。真面目に答えんな。それはいいんじゃないですか、ね、とりあえず虹の凱旋車から始めましょう。はい、パン屋をね、白パン売ってね、はい、白パン一緒に僕と売りましょう。お願いします。はい、お願いします、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。アメリカからかな。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょう。喧嘩ネームチープチーズ。喧嘩ネーム、あ、チープチーズさんです。まだね、来ました。来ましたね、この前も来ていただいて、はい、ありがとうございます。ザ・オノさん、ロックキッズ太郎さん、こんばんは。こんばんみ、あ、こんばんは。あ、お前、すいません、ちょっと待て、それ面白い人ちゃうか。面白い、めちゃくちゃ面白い人です。いきなし。ありがとうございます、はい、高校生の頃ずっと真似してたんで。もう一回じゃあやっとこうか。あ、いや、ちょっと今考えたら恥ずかしくやめておきます。この間第4回放送で我々馬小僧どもに、あ、馬小僧、馬小僧で言っていいですね。馬小僧でいい。俺、足立も良かったよ。足立はちょっと厳しいっすよ。足立良かったよ、俺は。三鶴先生がいるからね。ハメセンというサイトを教えてくれてありがとうございます。ハメセンは、はい、いいですよ。ねえ、いいじゃないですか。はい、早速なのですが、はい、ハメセンを見ましたが、はい、何なんですか、ちょっとこのサイト。いや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 、その有料サイトですよ。できる AV サイトと思いきや。はい、アフリカ人がうんこを食べている動画ばかりじゃないですか。いや、そんなよ、何を見てん。いくらアフリカが食料危機だとはいえ、うんこを食べることはないじゃないですか。何を言うてるんや。あれは食料危機だからうんこを食べているわけではなく、プレイの一環としてうんこを食べているのですね。これは失礼しました。さて、お二人に質問です。何やって今の。お友達にスカトロ好きの方いますか。またいらっしゃいましたらエピソードを教えていただけたらと思います。いや、まあ、いますか。あのね、お知り合いじゃないんですけど、あの、あ、スカトロでシリだけにお知り合いってことですね。え、スカトロでシリにかけてお知り合いってことですね。わかりません。あ、すいません、違い違ってことで、ごめんなさい。はい、なんすか、大阪に。すいません、間違ったようです。では、あの、話を聞かせてって言って、じゃあシリ話を聞かせて。シリ話を聞かせて。これはこれは遠い昔の話です。遥か宇宙のってめっちゃ話してくれんの。いや、そうな、ほんまに話してくれんの。それ以外のことは知りません。あ、そうな、知り。はい、すいません、いいです、もう。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、まあ、大阪にね、はい、あの、有名な人いるんですけど、まあ、これからも全部大伏せで行くけどね。はい、まあ、有名な方います、大阪に。はい、まあ、すごいスカトロジーのすごい人がいて、はい、まあ、その人エピソードというか、ほんまか分かんないですよ、はい、
まあ、一軒家に住まれててね、はい、行った人から話聞いたんですけど、はい、一軒家の地下があるらしくて、で地下に何もない部屋があるのよ、はい、で上に小窓みたいなのがあるらしい、天井に。おうおうおう、でちょっといや言ってて行ったすごかったっつでそこがパカって開いて うんこだけがいやそっちげえそんな落ちてる部屋があるねんてほんますごいやんでえっつってで確かでなんか確かになんかトイレここのトイレ生かされたみたいな、そこ直通のトイレがなんか多分あんねん。何しそこの家行ったんっつったら、いやあの花火見れるからって呼ばれたっつって、花火を餌にして連れてかれたっていうね、うん、すごいねまあすごい有名な人がいたんですよ。まあまあでも言ったらこれはゴシップやけど芸能界にもそんな人いっぱいおるとか言いますもんね。だから言っちゃうと僕らも売れるために毎日やってますからね。スカトロジーはちょいお前言うなや、言ったらあかんかったごめん。俺ら黄金って言うもんな、うん、やっぱ食い慣れてるから、うん、黄金っていう。パンに塗って食べるもん、うん、全部全部よ体調整えてからやで、ね、もちろん。でもこの間ね、ええ、黄金あのねバイトの休憩中にね黄金をパンに塗って食べようと思って黄金持ってったのよ、瓶詰めにして。ああいいじゃん。ちゃうねん、いざ塗ってみたら間違ってさ、ええ、冷蔵庫に入れてあのピーナッツバター持ってて。殺しろかお前、やったなお前なすいませんほんまに、すいませんすいません。喧嘩やないよ。そうですね、これは議論よ。あ、議論ですねこうなったらね、議論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 。ちょもうええってそんなやめてよほんまに、やめてよ。ビグザムビグザムみたいな動きしてるやん、議論議論。いやもうええって、うんってなるっていうことなんで、あのチープチーズ、チープチーズさんね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか実はバンドマンですよね。そうそう、ちょっと調べさせていただいたら、そうです、すいません僕あの目悪いんでね、フォローされてる人とかフォロワーさんとか僕見えないんですよ。そこなどんどん見えない。メガネむっちゃドア合ってないんで何年も。いやバンドマンなんでいつかねできれば喧嘩したいですよね。まあ喧嘩ってまあどういう意味かっていうとまあ喧嘩ですわ。そう喧嘩しましょう、いつかチームチーズさん。まだお願いします、チームチーズさん、お待ちしてますんで。喧嘩しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。ラジオネーム冬半袖と書いて白人ババ。え、何ですかこれは。面白いですね、はい、いいじゃないですか。敗戦国民のズンズンポイポイさんこんにちは。なんてことを言うんだ、気持ちなら負けてないか我々は、ね、ハローさんなんかね、はい、ごめん、いやはい、ちんちんでかいっすよって言おうとしたけどやめますわ、言うてもうたわ、やめますわ。僕はだから勝ってるんですよ。そうですよ、敗戦じゃないです、勝ってるんですよ僕は、ね、すごいんですよ。真珠湾攻撃やって一回言ってたもんな。そうそう、これがほんまの真珠湾攻撃やって言ってたもんな。言うてた大声で。ネタでやってもじゃ滑ったな。滑った、あ、そうあった。ひどかったな。あの僕がちょっとまあ、勃起してもうて、それでこれがほんまの真珠湾攻撃や言うたら大阪で一番滑ったんやかな。ね、あとその2日ぐらいにまたライブでね、うん、まださらにそれ更新する滑り方したんですけどね。はい、クマモンとかあんなのが流行ってる時にゆるキャラのねデカチンっていうのやって、ね、あのめっちゃ滑りましたね。そう。アメリカのそうアメリカのゆるキャラデカチンっていうネタしてね、そうですね、来ないでくれって僕はずっと言うだけっていうネタ、太郎がずっとこう近づいてくるだけっていう、来ないでくれ、俺のことおもろいって言ってくれてた王様の大先輩がそんなんちゃうって言ってそれは笑いじゃない、お前ら自由にやれって言ってくれてた人がそんなんちゃうって最後わけわからんと俺売れてくれって言うねんな。そうそう、もういい君は売れてくれって落ちねえな全部滑った、すいません。あ、続きを言います。はい、どうぞ。大戦国民のズンズンポイポイさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。我々との喧嘩に負けた分際でこそこそ行われている喧嘩ラジオ毎週楽しみにしてます。あ、よかった、よかった、楽しみに されてくれるみたいですね、はい、ロックキズ太郎さんに質問です。あら、何でもどうぞ、何でもござれよ。お、何でもござれ、大いに OK、はい、オール OK、 大いに、大いに、じゃあそれは俺のちゃうから、太郎さん質問していいですか。あ、大いに OK、 オール OK、 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 もう一回、はい、OK、OK、 大いに OK、 オール OK、 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 言ってみて。太郎さん質問してもいいですか。 OK、OK、 大いに OK、 オール OK。え、ロッキーサロさんに質問です。ちょ、なんで変わんねんお前は。なんでお前がそんなんなんねん。もともとおぼこく見える。じゃもうええって入ってこへんから。ごめんごめんごめん。入ってこへんから。もともとおぼこく見える、はいはい、敗戦国民の中で。ちょっとどんだけ言われんねん。さらに、童顔の太郎さんですが、はい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 、まあ童顔ですよね。はいはい。ニキビできてない今日。え、ニキビできてない顔。違う違う、これは。え、これは違う。なんやねん。悔しさが出た顔に。お、顔にな。顔に悔しさが出た。ああ、これいいですよ、いけましょう。ちょっと何もごめんなさい、ちょっと出っ歯やん。え、いやそれ前から今日ちょっと出っ歯やん。今日とかじゃなくて別にちょっと前歯出てんのあれやん、いやずっとよ10年間。
何ですか、ジョーに最後負けた、はい、あのメキシコのチャンピオン誰だ名前何やったっけ、あ、これ後で言うわ。メキシコのチャンピオンコロナビールくん、あ、じゃああれや、ホセメンドーサや、コロナビールくん、コロナビールくんじゃない、あのホセメンドーサね、コロナビールくんかな、最後あの負けて、あの、うん、ジョーに、ジョーに負けて、あ、ジョーに勝ってんけど、勝ったあとこう拳上げてもらうやん、ウィナー、ホセメンドーサーってなった時だけ、なんでか分からんけど、出っ張ってくる。それが俺に似てる。タロと一緒や。それまで一切出っ張ってなかったのに、試合終了後の、ジョーとの試合終了後、矢吹ジョーとの試合終了後の、ホセメンドーサー、嫌味ぐらい出っ張って。いや、ジョー、わし、今そんな出てんの今すごかったよ。コロナビール君ってめっちゃおもんなくなかったよ。だから無視したよ。あ、ごめんなさい。そうやったら俺の嫌よ、嫌よ、嫌よも無視すんな。いや、無視したよ、あれは。すごい嫌な顔で無視したな。すいません。はい、ハイゼンボーグの、はい、何ですか。童顔で得したこと、はい、困ったことはありますか。はい。続きます。これ最後の文です。はい。私は原爆を落としたことを悪いとは思っていませんよ。ちょっと待て。おい。君悪いと思ってへんのか。お。まあそれはまあ君の考えや。そうや。それはそれや。俺はこういう。人は人、うちはうち。うん、あ、ね。お母さんがよく言ってたね。ね。童顔で何ですか。いやいや、得したこととか困ったことありますか。得したことはささっといけるね、これは。もうモテにモテて毎日セックス三昧ですね。ちょっと待って、僕セックスピストルズって呼ばれてるんですよ、阿佐ヶ谷で。え、阿佐ヶ谷のセックスピストルズって僕ですよ。奇遇やな。え、俺練馬でピストルズって言われてる。いや、じゃあ別に頼むやばいやつ、うん、セックスないの。あの指こうやってピストルの構えしながら俺街歩く。いや、じゃあそういう人やん。遅刻するわ言うて。そういう遅刻せえへんのにやで。遅刻せえへんのに遅刻するわ言うから、これやばい。奇遇やね、うん、奇遇や、まあ、あ、俺がピストルズで、あなたセックスピストルズ、セックスピストルズです。はい、要するにモテたってことですね。モテたってことです。はい。え、モテてへんやん。いや、モテモテでしょ、僕なんて。モテモテ。ちょ、また今度皆さん、あの、僕ツイッターに太郎さんが真剣に日高屋のラーメン食った後の写真載っけるんで、はい、まあ見てください。あのハゲです。またあの後日載っけるんで見てください。いや、それは載っけんと、その汗かいたりするから、ラーメン行ったら。ラーメンって汗かくから。モノホンのハゲなんで。はいはい。困ったことは、困ったことはね、ないです、別に。あ、まあモテたら困らんもんな。もうそうですよ。まあハゲぐらいか困ったことですから。まあハゲと、あとはあの童顔ハゲ、大阪でベロベロのパンクロッカーに中指立てられたことぐらいですかね。ああ、それしょっちゅうでしょ。しょっちゅうなんで、それぐらいですかね。別に息吸うようなもんでしょ。はい、あなたの中では。そうですよ。というわけなんで、モテたということです。ありがとうございます、白人ババアさん。はい、白人ババアさん、またお願いしますね。またお願いします。もう、でもちょっと、まあちょっと反省しといてくださいよ。そうですね。ね、ね、我々も反省しますし。そうですよ、我々も反省するから、あなたも反省してくださいよ。まあそういうことやね。ね、じゃあこっちも手出ますから。10日交換でした、10日交換。手出るって話ですよ。おい。頼みますよ。おーい。マジ。舐めてっと、こっちも。おーい。行っちゃうし。うん、おーい。はい。釣りすんな。どういう意味ですか。これは人の話無視して釣りバックするやつを怒ってる人。おーい。釣りすんな。いや、そんな言ってんだろ、さっきから。いや、釣りってそういうもん。ここで釣りしちゃダメだっつってんだろ。おーい。釣りすんな。すみません、僕釣りしてたんかな。はい。すみませんでした。さあ、続いていきますよ。行きましょう。タイトルあります、はい、メールが多すぎて読まれないかもで悲しいよ。あら、そんなことないですよ、読みますよ、読みますよ、もう読みます。金属バットのお二人こんばんは。あ、こんばんは。マンダリネームガザ太郎です。ふざけんなよ。ガザ太郎、ガザ太郎さん、バレたか。僕らがほんまの金属バットですよ。実は あなた金属バットだったんですか。そうですよ。本当ですか。はい、あなた、はい、え、あなたは、あ、僕、はい、僕ヒヒロカネ製バットっつって、ね、めっちゃいっちゃん硬いやつや、はい、オリハルコの1個上の硬さのバット、はい、この世で一番硬いって言ってる。ヒヒロカネ製バット、ヒヒロカネ、そう、オリハルコがいっちゃん硬いと思うんですよ。違うんですよ。ヒヒロカネ、ヒヒロカネが一番硬いんですよ。ヒヒロカネが出てくるネタやってめっちゃ滑ったな。東京で作ってきてな、ほんで、まあ、ヒヒロカネの、俺はオリハルコじゃない、ヒヒロカネだ。なんか通販でヒヒロカネ売るっていうなネタしたらな。滑りましたね。やめてくださいね。はい、失礼しました。はい、早くガザから出してください。いや仕事がありません。お金がありません。あるのは使用済みロケットと使用済みナプキンだけです。笑い、笑うな。そうや、笑うな、ほんまに勝手に笑うな。こっちが言ってから笑い、笑うやないね。さて、お二人のコンビ名の由来は何でしょうか。やっぱりそれぞれの名前の頭文字を取るタイプでしょうか。リクエスト曲は孫子マーチでお願いします。孫子復活希望ぬです。おかしいやつらばっかやねん。ええ会にせえよお前。僕らポップで売り出してるんですから今。このまま行ったあと2回で終わるわ。ほんまやね。これこのペースで行った7回で終わるってのがいいね。そうですね、うん、
さあ、ね。はい。何ですか。何でしたっけ、何でしたっけ。本命の由来ですね。本命の由来はもう、天命ですよね。まあまあ、そうですね。降りてきたんですよ。あのね、言ってなかったでしたっけ、ええ、僕らね、天に愛されてるんですわ。そうですよ。うん、天が僕らをね、導き、はい、天で天に僕ら召せられるんですよ。ねえ。だからたまに、はい。五層の竜見えるやろ。見えるよ、五層の竜が。俺も見えんの。五層の竜ってわかります？五層の竜って、5つの爪の竜ですよ。はい。え、まあ見えないでしょ、皆さんには。うん、僕ら天に愛されてるんでね。竜って基本、3つの爪とかなんかな。まあそうやな。それが五本の爪がある。五層の竜が見えた時に、ズンズンポイポイって言われたんですよ。そう。ちっちゃい声で。僕よりちっちゃい声でしたよ。イヤホンつけても聞こえへんもんな。そうそう。うん、ズンズンポイポイって言われて、ね、あ、それでその時にエントリーみたいなのあったんで、ズンポイポイって書いたんですよ。その日もだって家出た時五層の竜見えたやろ。見えた、うん、その日気温が17度ぐらいの秋でしたね。僕その時古本屋でバイトしたんですけどね、はい、古本屋の中で五層の竜が見えてね、はい、あのね、ナルト読んでた。うわ、五層の竜がナルト読んでた。いいですね。ハク、うん、っていうね、すごい血気限界のやつ見てね。いましたね。そうなんですね。ザブザを早く出しすぎたっていうね。そう、実はむちゃくちゃ強いザブザさん、めっちゃかっこいい、ね、ザブザ最後ね。というわけで僕らのコンビ名の由来はね、五層の竜が見えて、天に愛されて五層の竜が決めてくれました。天命です。北斗の拳5っていうロープレで天帝っていう謎のチームがありましたけどね。天帝っていうチーム、北斗神拳南斗聖拳天帝っていう、なんか天帝は言ったらでもあれちゃん、え、南斗、南斗のあれやねんけど、玄徳王拳か、そこの話やね。北斗の拳5って RPG は、あの結局リンの双子やねんね。そうそう、双子の妹かなんかが天帝やねんね。ロープレやねんけど3歩歩いたら敵でんねん。で、ジャコがな、そう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 、してそう、それに近いです。僕らは天命、天命です。だから、はい、まあ五層の竜ってまあ想定の剣なんですけどね。はい、はい、そういうことです。冷めたか。いいよ、ガザさんは冷めさそうぜ。そう、冷めさそう。どんどん冷めさそうな。というわけなんで、ガザ太郎さんありがとうございました。お願いします。さあ続いていきます。はい、これはどうしましょう。これですね。漢字読まれへんの、はい、あ、なんて漢字読まれへんの。小野くん、あの君、漢字読まれへんの。わかりません。いや、ちょっとシリやめて、話を聞かせて。話を聞かせて。わかりました。遠い遠い昔。もうええわそれ、気持ち悪いから。もうもうやめて。はい、タイトル、毒人間に一票。お、あ、この前の前回ね、はい、こういうリスナーの方を何て呼ぶかっていうね、うん、足立はないか、やっぱ足立ないっすね。足立来てよ、足立来てよ。投票用紙が手元になかったので池袋の古事記の死骸に、はい、毒人間と刻印して小野さんの実家へ郵送させていただきました。だからですね、先ほどね、家族の LINE にね、母親からね、日踊りの写真が送られてきましたので、あ、多分そういうことですよね。わかりました、わかりました。全部は意味を分かってくるよってことやねんな。無言でね、日踊りの写真だけ送られてきましたので、あ、なるほど、届いたということです。ありがとうございます。ありがとうございます。それは嬉しい。毒人間に一票ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけで終わってますんでね。あ、そうなんですね。はい。じゃあとりあえず毒人間に1票ですね。毒人間と今馬小僧1票ずつですね。足立に4票。足立に4票入れへんよ。やめろ。足立がいいな。さあ続いて読みましょうね。はい、ありがとうございます。毒人間ありがとうございます。毒人間ありがとうございました。はい、毒人間じゃない、あ、まあ毒人間さんやな、この人はもうな、うん、タイトル読みなさい、それがあなたの仕事でしょう。言ってくれてる。 いやちゃんと聞いてくれてありがとうございます。喋っちゃいましたか私ね。はい、安めぐリズムさん。あ、安め、お、面白い。あ、いいね。面白いね。ね。ね、見た目が国彦さんみたいなシステムやね。あ、いいですね。ね、早速読みますよ。はい。早めに単独やらなあかんで、できれば土日にしてや。終わりです。ちょっと待ってや。何？これ、親戚のおじちゃん直接言えたんちゃう？はい。僕に会いに来て、町とかで。いや、大単独を幕張メッセでやる予定なんで、もう、そうそうそう、借金も三井住友 UFJ 全部の銀行からして。あ、ほんま、やるつもりなんで、幕張メッセ。誰と？え、コールドプレイとか、フーファイターズとか。ほな、土日やね、やっぱな。土日じゃないと。土日せなあかん。彼らもしんどいんでね。そうやな。コールドプレイ、フーファイターズがやるんで。の、まあ、前説と、終わりのネタ1本やるぐらいでいいかな。そう、で、取りに大陸に4分ぐらいネタやってもらって。大陸はね、やっぱね、任すんでね。コールドプレイも笑うでしょ、それで。あれが日本かっていうか、勘違いして。勘違いしてな。気をつけたらダメですね、はい、いやでもね、単独ね、いずれやらないといけないですね。そうやるんで、まあ土日じゃしますよ。じゃあ来てくださいよって話ですよ。そうです。安めぐリズムさんね、来てくださいよ、お願いしますよ。東京 ねでやるんでね、はい、
調子よきゃ大阪でもできたらね。あ、今ごめん、ゲロ吐きそうな時ごめん。なんでなの、もう調子悪いから大阪ではちょっとないかもな、そら。ゲップしようと思ったらゲロ吐きそうな時あるよね。ベップちゃんって後輩おったな。あ、今マルセイユっていうコンビでバリバリやってる。バリバリやね、もう売れっ子。有名やないか。ベップちゃん。ベップちゃん。めっちゃ顔半グレやん。めっちゃ優しいねんけどな。ね、いい人ですよね。ね、いい人でしたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい。件名、祝、フランキー為谷さん、番外編ジャンプ昇格、ね、いや、そう、そう、おめでとうございます。そう、ソニーのね。群馬から来られてますからね。そうそう、群馬から来てる。声がすごいでかくてね、はい、すごいです。ここ今センカーっていう駅なんですけど、池袋まで声届いてるらしいんでね、ねあの人の声。はい、いやいやいや、センカーは言うてもうたやん。はい、あ、違う、そのライブはやね、ライブはやね。いや、ライブはってね、読みましょう。はい、ライブはですよね、今のね。桜井さん、事務所ライブね。森光平さん、こんばんは。これもソニーファンの方ですかね。ありがとうございます。これ何なんですか、なんて読むんですか。不備、ふしつけながら。ふしつけか、ふしつけながら。これなかなかむずい感じ。学がないからね、君は。美しい体って書いてか、俺なんか我が女体って読みかけた。いや、違う違う、そんな弱いよ。ふしつけながら、ふしつけながら、はい、質問の方失礼させて。はい。お二人が最近注目している SMA 芸人さんと好きな舞踏家を教えていただけますでしょうか。はい。喧嘩ネーム、ビニーコーンズ出ました、ね、あ、出た、ありがとうございます。この前言ったやつね、ありがとうございます。 iPhone から送信ってね。あ、ありがとう。2回書いてます。あら、どういうこと。だから iPhone から iPhone に送信して、はい、その iPhone がまた送信してくれる。そんな手間なことしてくれてありがとうございます。ビニーコーンズ1回フィルター通してくれてるんですね、はい、これもっとひどい内容やったかもしれない。もしかしたらね、しね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 、いやいや、オールしねしね、いや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 、それをもう一個の iPhone、 いや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 つって、なんなんさ、君さっきからな、言霊があるって言ってたよ、あなた、この前。俺か、言霊がある言うてたから、死ね死ね言われたら怖いですよ。あ、あっちのやつですか。そうです、そうです、はい。あの、そうです、裏拍手の話ですね。そうです、そうです、怖いですから、はい、すいませんね。はい、ソニーの SM 芸人さんおすすめ。あ、まあ皆さん面白いですよ。いや、皆さん面白いんで、うん、特にあのね、6群までありましてね。そうですよ、一番上の金の卵の人たちだから、みんな問答無用で面白いですからね。金銀銅もうてかみんな面白いんでね。まあおすすめを言うと、やっぱ辻元さんの身長のでかさが異常な、ね、今2m42かな。そう、前辻元さん天井に行ってもうて、顔が、うん、頭ついてもうて、首曲げながら寝た人、ほんで吸ってたもんな。それでもスススス背でかすぎるってことで、なんでか分からんけどタイムオーバー食らってましたね。ほんまなんでか分からんけど、背でかすぎたの、オーバーしてへんのに。っていう、まあ、辻元さん、背でかすぎるから一回見に来てください、ほんまに。あとね、僕がおすすめはね、あのあれですよ、パルシエンっていうね。あ、パルシエンいいですね。パルパルーパルパルー、巨漢、巨漢のコンビです。パルパルーっていうんですよ、はい、あのなんかポーズがあってね、パルパルーって言ってる時のね、目の奥がね、はい、あの前科者の名刺そう、笑ってないんですよ。そうで、はい、もう一人のツッコミの子はね、前のシュンちゃんっていうね、シュンちゃんっていうね、あのいい子でお世話になってます。パルタっていうのと、シュンちゃんが組んで、パルシエンですけどね、そう、シュンちゃんが一回ね、パルタに怒ってたんですよ。いや、もっと身なりきれいにせな、おお、そんなコントでもしっかりしないといけないから、服装とか。ああ、まあ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 、いいから分かってるっていう時の、シュン君のね、うん、頭がね、多分寝癖なと思うんですけどね、うん、ダックキングみたいな。お前が言うなと。ダックキングね。質の悪いガロ伝説のダックキングみたいな。ダックキングな、ガロ伝のな。誰が誰を怒ってるみたいな状態になったんでね。調べてください、分からない人は、ね、ダックキング。よかったです、あの時は。面白かったです。パルシエンいいですよ。パルシエンも応援してあげてください。ね。パルシエンいいですね。なんかずっとね、はい、縁があって一緒にライブで出ててね。そうそうそう。うん、可愛らしいんでね、お願いしますよ。可愛らしい二人なんで。はい。で、舞踏家っすね。好きな舞踏家。中野にあるラーメンの舞踏家っていうラーメン屋じゃないですよ。そう、あれびっくりした、俺初めて、俺喧嘩あじゃあセイセイめっちゃ喧嘩してるねんけ、こんな夜中に。セイっていうかね、全員舞踏家の店員やってん。セイセイっていうやつね。うまいんでしょ。めちゃくちゃうまいっす。あれなんか僕この前舞踏家行った時、セイっていうんですけど、新しい子なんでしょうね。セイセイって言ったら、あのちょっと上の人が今セイいらないからって言われてました。なんか多分ルールはあるんですよ、セイのタイミングとか。多分なんかシステムあるんですよ、あれ。むず今せいいらないから。今のせいとか分からんから。分からんよな、舞踏家。せいですって言ったらどうなるの。いや、それせいですって、いや、ボコボコにされんじゃん、それは創業者の方に。あ、これ創業者せいです、ふざけるなっつって。もう喜ぶかもしれんけど喜ぶか。おすすめの舞踏家、僕はちょっと格闘技詳しくないんで。でも知ってる人言っていいよ。
分からないでも知ってるのアークザルトのイーガとかですかね。あれ武闘、まあもうね修行に終わりはないって、ね、あいつあんな言ってたらどっか行ってる暇にね寺乗っ取られてねかわいそうにラマダ寺ねラマダ神拳ねかわいそうにあれを武闘家というか、はい、あなた格闘技好きでしょ武闘家。あ僕やっぱ一番好きやっぱ BJ ペンですね。誰え誰嘘ほんま BJ ペンすごかったですよ。知ってます BJ ペン。あの知らんですね、あの UFC でね金網の中で試合するんですけどね、はい、当時僕はその一番惹かれたのがね、はい、あの僕大好きな日本のねあの宇野カオル選手、はい、宇野カオル選手が UFC 参戦した時に、はい、試合始まりまして、はい、で相手 BJ ペンですよ、はい、カーンと同時にブワーって BJ ペンが走ってて、はい、ポコーンって顔殴って、ほな宇野選手がポテッとこう尻もついちゃって、そしたら顔をパン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 って3発ぐらい殴ってそしたら宇野カオル選手パンパンバキバキじゃないパンパンパンって、はい、そしたら宇野カオル選手失神してもうて、ほでカカカカンってやった瞬間に BJ ペンさんが選手はね高速でね四方にね挨拶して走って帰っていっただからもう体感ほんま6秒全部で入場からもう体もう会場まで体感6秒で試合見えた。BJ ペンが一番いい。武闘家そうか、はい。BJ ペンですね。BJ ペン。あと僕は個人的におすすめの武闘家なんですけど、うん、クロコップっていう K ダッシュステージのコンビ先輩の荒木さんが一番おすすめの武闘技ですかね。あの武闘家、ね。一生格闘技の話、ね。あなたとあなたの親友ですからね。前のベロベロでバイサー来てくださいましたね。あなたお前はそろそろ言うわー。一緒にやった。武闘家や。人となんか超いい人してましたんでね、面白くて、はい、超いい人僕の大好きな武闘家です。はい、はい、ぜひぜひあの見てください、はい、お願いします、はい、さあもう終わりですか。ですね終わりました。あと1通だけあります。これが最後ですね。でも今日もすごいのありがとうございます、はい、はい、ですねラジオネーム、はい、こいこいパンチさん。いやもうええわパンチさん。もういいもういいもう終わろう終わろう終わろう。パンチさん、パンチさんもういいです。今日来ていただいてるんですよ。今日来てんの？はい、え今日来てんの？はい、ゴリ宛てに呼びましょうか。呼んでパンチさんお願いします。初対面はちょっとなんかええちょっと緊張。パンチさんラジオですか。パンチさん、パンチです。パンチさんいつもいじっていただいてロックキッズ太郎です、はい、ファックキッズ太郎さん。いやロックキッズ太郎ファックキッズじゃないです。ありがとうございます。ロックキッズ太郎さん。パンチです。パンチさん、あこんな方なんですね。やっぱガリガリじゃないですかパンチさん。えパンチさん何キロなんですか体重。体重ですか。140です。デブやん。え見た目ガリガリですよ。え見た目ガリガリですよ。お尻見てないですよね。はい、お尻見てください、はい、肉団子ついてるんですよ。いやすごい。これが140です。それがあ肉団子引きずってるんですね。あの大きいアリみたいな。そうですそうです。女王アリみたいな感じですね。プツッと押したらね臭い汁が出ます。そうパンチさんも出るんですよね。パンチです。今日は来ていただいて、あどうも初めまして。あ皆さん こんばんは。パンチです。第1回からねあのずっとあのお手紙出してるんですけどパンチです。パンチさん来てくれた。いやずっと僕のことディスるから。あいやディスってんじゃないですよ、ファンなんでね。あそういうことですね。じゃ今日は直接あの言わせてもらって。はい、もうちょっと緊張するな。あすいません。ですねあの、はい、太郎さんはあの、はい、酔っ払ったらですね、はい、あのよくあの先輩のことを裏であの呼び捨てするじゃないですか、はい、ちょっと言わないでください。すごい色の唾出ました今。泡みたいな唾。それ手洗いたい。ちょっとその泡で手洗いたいな。はい、パンチさん、ね、よくご存知で、はい、であのちょっと聞きたいですけど、はい、今おすすめ の,、はい、あの呼び捨てにできる先輩芸人さん一人だけ教えてもらっていいですか。この人次呼んじゃおうかなみたいな人。あのあちなみにですね、はい、野沢大夫金さんとかあの仲いいとこトム・ブラウンの布川さん禁止です。ちょっと待って、それ以外で教えてもらっていいですかね。ポピーさんも禁止。パンチです。あポピーさん禁止。ポピーさんなんかもうあの言ってじゃないですかポピーって裏で酔っ払ったら。すいません、はい、え今ですか。そうですね今はね、これちょっと、まあ、言うとちょっといけるか、ちょっと怖いですけど、次そろそろ行きたいっていうね。これもしかしたら、まあ、カットしていただいてほしいですけど、まあ、次行きたいのは何はプラスチックの三輪ですからね。トモパイと呼ばれてあの友達の先輩、はい、通称トモパイっていう。もうお前友達やって言ってくれたんで、はい、でも言った瞬間目の色変わったら怖いんで。まあ銀色になりますからね。銀色本気だった時のあれとビール飲みすぎたら、ね、銀色になって寝るんですよ。怖いね。でもちょっと行きたいのはちょっと宮さんですから、ね、次宮さん行ってみますか。宮さん行ってみます。ちょっ と勇気出して。じゃあ、あの僕あの、はい、帰りますんでね。パンちゃんどうしました。うわちょ、大野くんどうした。殺された。パンチさん。ゴリアテ。ゴリアテ。ゴリアテのメンバーに殺された。なんでパン。えくさ、肉団子、肉団子潰されてるやん。潰れてるやん。くさ、うん、ずっとこっち見て倒れてる。無視しよう。はい、ということでですね、パンチさんはまた生きるんかな。またもう来週は来ないんからどうなんよね。まあこれで来週来たらもう2人目がおるってことですからね。そうです ね, いや初めて会えてよかったです、パンチさんに、次じゃあ宮さんね、うん、宮って呼べるように ね, ね頑張っていけたらいいじゃないですかね。頑張ります僕は、はい、まあ、そんなでも
はい、根性あんのかって話やからいやそれは、いやなんか君は結構僕のことを下に見てるじゃないですか、どっちかというと。なんかいや下に見てるというか、まあ下やからな、なんや言うてもな。じゃあ君こそ最初さ、僕とリゴちゃんとか日本でさ、シアせや、君がさ、君せや、シア、君の方がシア狭いんじゃないかなと僕は思った。いやシア俺のことが見えて、俺はでけえよ。あ俺がでけえのあそこだけじゃないっつってんの俺がでけえのあそこだけじゃねえぞ、俺気持ちもでけえしよ。俺馬主だよお前。え馬主やった馬主うまかってんだよ。そうなんだ、馬主やった馬主だお前な。馬主がどう、いや俺たちバルシーになろうと思う。何お前先から言うとんよ。いや何やねんだ何やのお前その態度、何お前先から言うとんよ。いや今日も楽しく喋ったのにそういうのやめようよ。それ何なのそれ。ほらもうやめなさいぞお前な。なんてなんてなんてやりますか。やりましょうよ。やったろお前。いやまあ腹立つ。ほらこい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 ズボンお前下げる前やってもいい。腰パン好きやろ。腰パン好きやろ。腰パン好きやろ。腰パン好きって言った。何でお前ことさまなごらんねん。お前腰パンチアナウンサー出てきたらどうすんの。腰パンチアナウンサー出てきたら、出てきたら、どうしようぞお前、どうしようぞお前、どうしようぞお前、頼むお前、こら話せよ。やったろお前、なんやお前、やっとったろお前、ちょっと体調悪いじゃん。お前腰パンか、腰パンかわいいんかお前。俺昔お前、恵比寿のパンで腰パンしとった。恵比寿のパンチお前、無茶苦茶ダサいやつじゃないかお前。やだ、高いだけやつやろお前。